パステストだ。よくやった。終了です。ここでトップ3をおさらいしておきましょう。ルクレール、サインツ、サムライ。予選が終わって明日のレースのグリッドが決まりました。本戦は厳しいレースになりそうです。どうぞお楽しみに。大興奮となるであろう今シーズンイベント一発目のレースです。いろんな噂や推測にも今日こそ決着がつきます。今年の F1 世界選手権第1戦がいよいよ始まります。バーレーンインターナショナルサーキットの全長は 5.41 キロ。抜きどころは少なく1コーナーと4コーナーが最大のパッシングポイントです。コーナー数は左が6、右が9の合計15。タイトな10コーナーへの進入ではタイヤをロックさせないよう注意する必要があります。さあ新しいシーズンの始まり、何が起こってもおかしくありません。今年の F1 が今にも始まろうとしていますが、解説にはアンソニー・デイビッドソン選手に来てもらっています。最初のレース開始前の緊迫感あふれる数分間というわけですね。誰もがマシンの信頼性について神経質になっていると思いますよ。フリー走行では他のマシンが熱を上げる中走るわけじゃないですから、 100% の力で長時間走ってはいないんです。悪い意味でのサプライズが何も起こらないといいですね。では予選セッションの結果、各ドライバーの順位がどうなったのか見ていきましょう。昨日の渾身の走りでシャルル・ルクレールがポールポジションを獲得。フロントローのもう一台はスペインの新星カルロス・サインツ。今日の残りのグリッドを続けて確認しましょう。サムライ・ボッタス、ダニエル・リカルド、フェルスタッペン、ペレス、ノリス、ガスリー、ルイス・ハミルトン、フェルナンド・アロンソ、オコン、角田裕樹、ジョビナッツィ、ラッセル、ストロール、松下信春、そしてチョー・グアンユー、ミック・シューマッハ、佐藤、ラティフィ、そしてニキータ・マゼピン。トップでフィニッシュするのは一体どのドライバーになるのでしょうか。スローダウンしろ。デルタがマイナスになっている。スピードの出しすぎだ。バーチャルセーフティーカーは消えたが、グリーンフラッグが振られるまで加速するな。
ッタスについての情報だ。レースをリタイアするようだ。サイドポッドにダメージがある。少し空気抵抗が増えるはずだ。コース上でアクシデントが発生し、デブリが散乱してる。幸いマーシャルによる処理は時間内に終わったようだ。今のところセーフティーカーが入る予定はない。セーフティーカーが入った。ペースを落としてくれ。コース上に大量のデブリが散乱してるらしい。後方のチームメイトとのギャップは 4.7 秒。深刻な状況だ。リタイアする場所をすぐに見つけてくれ。レースを続けるのは危険だ。コース上でアクシデントが発生し、デブリが散乱してる。幸いマーシャルによる処理は時間内に終わったようだ。今のところセーフティーカーが入る予定はない。事態は深刻だ。すぐにリタイアしなければならない。ペースに注意してくれ。セーフティーカー投入の情報が入った。何らかの問題でコース上に複数の車が止まってるらしい。おい、大丈夫か？大丈夫だって言ってくれ。見事なチームワークで砂漠の地の王者となりました。アンソニー、今回の勝利を呼び込んだ要因を教えてください。セーフティーカーが全てを変えましたね。あれがなかったらどうなっていたかな。とにかく混乱から抜けるのがうまかったことは確かですね。ドライバーたちがポディウムに上がります。優勝トロフィーを手にするのはマクラーレン。素晴らしいパフォーマンスに盛大な拍手を送りたいと思います。さあ、今日の結果がチャンピオン争いにどう影響してくるか。素晴らしい結果を出したランド・ノリスがランキングトップに立ちました。さあ聞かせてください。今日のドライバー・オブ・ザ・デーには誰を推しますか？チョー・グアンユーです。ではコンストラクターズチャンピオンシップがどうなったのかを見てみましょう。レッドブルがチャンピオンシップの首位を奪いました。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。